前回のカズクラ、カズさんスタバの外壁工事に入った。今回使った材料はレンガ。さて外回りはだいぶできたんだが内装がまだ。さてカズクラ、材料を今回は用意しているのだろうか。はい、どうもこんばんは、カズクラです。いや冒頭のやつね、ありがとうございます。なかなかクオリティ高かったよいやみんなねセンスあるわ。うん、まあまあいや、冒頭にございましたようにですね、さて本日カズクラは材料を用意しているかな。今回ですね、内装工事の方に入りたいと思うんですけども、この羊毛はですね、まあ若干違うんじゃないのかなと。ほんでこちらですね、氷ブロックも用意したんですけども、若干ですね青色が入ってやっぱね、なんか違う。そこでやっぱ多かったのがですね、遠くに見えるあの白いブロック、あのネザーにある白いブロックでございますよ。あれね、めっちゃ大変。でもね、このカズクラ集めたかどうかわかる？いやもう勘の鋭い人は分かったでしょ。ここ、注目するのはここ。こんだけレベル上がってるってことはね、もう取りまくってきましたよ。もう過去最高。いくよ、せーの、ぽい。4スタックいったから。まず内装工事入る前にちょっとね、あっちの方行ってこようかな。ちょっとエンチャント神殿の方行ってまいります。いや今回ですね、幸運のエンチャントね、幸運エンチャントのついたツルハシで掘りまくってたんだけどさ、やっぱですね、まあ、鉄十分すごいけど、耐久ついたダイヤのツルハシって絶対ヤバマンモスでしょ。というわけでですね、ちょっと久々にダイヤのツルハシにですね、エンチャントの方行ってみたいと思います。さてと、まずはアイテム作りでございますな。な、これをこうして、んで、これをこうする。よーし、ダイヤのツルハシだ。あとはね、本もね、ちょっと持ってこうかしら。じゃあね、いきますよ、せーの、エンチャントコーナー。はい、エンチャントコーナーやってまいりました。男ならね、一発で決めろと。これにね、まあ、幸運は本の交換でできるから、まあ、耐久だな。うん、耐久がつけばそれでよし。はい。あ、マジ？あ、マジ？あ、最初からコーンいきますあんなら、ちょっとお願いしよっかな。せーの、ぽい。さて、他にはついているのでございましょうか。せーの、ぽい。完璧。完璧だわ、お前。うん、じゃあ残りのやつはね、本で、エンチャ、入れ食い。あ、これ雑なもんつるのにね、ちょうど良さそうだな。ほんな、他には、ダメージ増加3。いや、これも素晴らしい。いや、今回絶好調だよ。はい、次は、ダメージ増加3。はい。どんな強い武器を作るんだ。よーし、いいエンチャント結果も得られたし、ちょっと頑張りますかね。あ、遊んでね、今回ちょっと手に入れたもの、まあ、ネザー水晶ブロックの他にはですね、マグマクリーム。そして、なんかね、ウィザースケルトンの頭も手に入れましたね。地味にですね、死闘を繰り広げておりました。じゃあね、ちょっと早くね、制作の方行きましょう。さーて、ちょっとは材料調達の方に入りますかね。まずはね、力いっぱいできております。早速ですね、ちょっと組み立ての方入りたいと思います。さて、本日もですね、実はこのスタバ建築のためにですね、ちょっと下見の方に行ってまいりました。こんな感じ。どうやっているでございましょう。これが私なのでございます。スタバに行くとなぜかどやりたくなる。まあどうでもいいや。さて、内装工事の方行きましょうかね。じゃあですね、このネザー水晶ブロックですかね、ちょっとね、こちらの方を、配置していきましょうか。こちらは、トイレでございますね。こちらトイレでございますわ。トイレの横壁ね、こうやってね、どんどんね、うん、どんどん今回綺麗になっていく予定でございますよ。これ、羊毛は、あれかな、ハサミでカットするもんなんかな、本来。まあ、なんか言われそうだから、ちょっと今、喋ったとかじゃないよ。うん。よし、早速ですね、並べていきましょう。なんかいい感じになってるよ。じゃあここはね、ガラスブロックがね、あるんだよな、ここに1個。あ、これもね、よく見たら、上の高さはね、2ブロックぐらいでございましたね。いや、こういうとこね、少しずつね、修正していきたいと思います。いや、少なからずですね、このスタバがバレ始めてきておりますので、クオリティの低い
あのほとんどの人が知らないからって、あの適当なことはしちゃダメ。お主はピカチュウって泣くやつじゃない？泣いてみ、泣いてみピカチュウと。わかってますよ、ワッキーでしょ。うん。ここに湧いたらえらいことになっちゃうからね、しっかりしっかりワッキーはね、していきたいと思います。そんでね、もう1ブロック分だけここを高くすれば今度 OK だな。な、ちょっと見てみるか。せーの、ブイ。トリビアン、トリビアンでございますよ、トリビアン。あー、そんであれだな、ちょっと見えないところはね、ケチっていこうかな、積極的に。足りない可能性がね、12分に考えられるからね。ちょっとまあこんな感じでいきたいなと。よーし、じゃんじゃん。また僕もったいないことしようとしてる。ここもそうだな。ちょっとね、こういうところはね、ここは必要だけど、なるべく、節約してくるよ。節約していきますよ、このカズクラ。セコインです。うん。カズクラは、セコインですよ、と。もう1スタックなくなったよ。足りる？あ、ここもそうだそうだそうだ。ちょっと違ったんだ。ここもね、ちゃんとね、確認済みです。2ブロックございましたね。ほんで、この間は、まあ、見えないだろうから、まあ、こんな感じにいたしまして。いいね。うん。いいよ、いいよ。さらには、こっちの窓も僕間違えちゃったな。やっぱね、こうやってちょこちょこ確認行くといいね。間違いに気づける。こちらもですね、レンガブロックでございましたね。ほんで、こちらはね、まあ、こんぐらいいってたんじゃねえのかな。この椅子の始まりからがですね、窓になるんですよ。ほんとはね、ジャングルっぽい感じの黄色いのがいいんだけどさ、ないから、とりあえず白樺、アカシアでいこうかな。ほんで、これをね、ちょっとこの木をね、ちょっと入れていきましょうか。で、窓入れていきますよ。やっぱ実物再現すると楽だな。こっちの方も白壁入れていこうかしら。そんで、ここにはね、多分机が並んでるだろうから、背面の壁はね、ちょっとね、ちゃんと白ブロック、並べますよ。な、適当に、イメージしやすいようにちょっとつけときますか。ほんでね、ここにはね、わかるでしょ？ここが受け取り口だからね、受け取り口。受け取り口の横にね、いつもなんかあるもんね。ほんで、ここは端っこはゴミ箱っぽいみたいな感じだったと思う。あと、どうなんだろう。ここら辺から、ここ受け取る場所で、一段高くなってるみたいな。まあ、あとはちょっと視聴者さんの、ちょっと意見を聞きつつでございますね、これは。ここら辺もちょっとテーブルっぽくしておこうかな。まだね、ここら辺の建築技術がね、まあ、いろいろ足りねえけどさ。とりあえずですね、こっちの方にテーブルっぽいものをね、今、ちょっと置いていこうかなと。ほんで、上側につければ、なんとなくテーブルの完成だよね。はい、ちょっとね、店員さんすらね、入れない。密封空間ができてしまいましたけども、まあそこら辺はですね、まだちょっと多めに見ていてください。本日内装工事ですね。なんとなく形の見える感じまでね、ちょっと行きたいなと思っております。これはダメだわ。よーし。ここはね、商品陳列でございますね。商品陳列の場所。よーし、な、ちょっと高さ調整ね。まだいけそうだから、側の高さ調整ということで、内側はね、4あるわ。4ブロックね、こっち側は。ただね、マイクラである、1列あたり1メートルという計算はしておりません。ほんで、ここもね、こんな感じかな、本来は。感じじゃないか。さーて、こっからちょっと微調整していこう。やっぱここ、もうちょっと、机の上だから広がりね、多分この上にさ、なんかね、奥からさ、瓶とかなんとか、もうちょっと空間が欲しいよね。というわけで、まあ、こんな感じでございますかね。ほんで、裏側はね、ちょっとね、これを買って。ほんで、残り少ない貴重なね、ネザー的なやつをね、配置していきます。
あ、いた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 、びっくりした。あー、よくなったん。あとこっちだよな。ここがね、あのドライブスルーがあるわけで、ここ絶対ドライブスルーの場所だよな。まあ、ちょっとね、ブロック足りるかな。まあ内側白だから、ちょっとこれで合わせておきましょうか。やばい、もうネザー水晶ブロックがやっぱ足りないな、これ足りませんわ、これ。受け取りできるようにこんな感じか。なんか可愛いのできた。とりあえずね、あの内側からの見た目を整えていきましょうね。はい、もうこんな感じで終わりましょうかね、本日は。もう十分かと思われたやつがですね、全然足りておりませんでした。いや、お釣り出るはずだったんだけどな。はい、とまあ本日はですね、こんな感じで終わりたいと思います。あって、皆様どんな感じでございましょうかね。まあ実際来たことある人しか、まあ内装の雰囲気は分かんないんですけども、まあここがですね、あ、ここもうちょっと変えれるな。ちょっとここもう少しだけね、あの色はともかく、あの雰囲気だけ出しておきます。これゴミ捨てるとこね、下もダメ。ちょっとご紹介していきますよ。まず入りまして、こちらの方に商品売り場で、こっちあのゴミとか捨てるとこでございますね。でこちらがカウンターとなります。なんかね、なんか目立ちますね、これ。はい、はい、こちら先ほどは何にもなかったですよ。こちらがカウンターとなっております。ただ入り口もなくて、奥の方の配送も全然できておりません。唯一できているのは、こちらのカウンターでございますね。ドライブスルーでございます。ほんで内側の方はですね、まあ本日は純粋に壁張りだけしたような感じですね。まあガラスの追加、壁張り、たったそれだけではございますが、やっぱ結構形になりますね。はい、そこでですね、もうネザー水晶ちょっと大変だかな。次回までに準備はまあ間違いなくできませんので、何かですね、他、なんかこうしたらいいよとか、あ、特にこっち系だね。なんかこっち系のリクエストね、なんかございましたら、コメント欄の方に書いていただけると嬉しく思います。そして最後まで本日もご視聴ありがとうございました。あー、もう格闘技の時間だ。ではね、ちょっと痩せてきますので、また次回皆さんお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。